アマチュア無線自作アマチュア無線における自作とは、アマチュア無線の楽しみ方の一つで、アマチュア無線技師がアマチュア無線に使用する機器などを自ら設計、製作することである。国際法、すなわち国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則において、アマチュア業務とは、金銭上の利益のためでなく、 もっぱら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う、自己訓練、通信及び技術的研究の業務と定義され、日本の電波法施行規則においても、金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う、自己訓練、通信及び技術的研究の業務を言うと、定義されており、アマチュア無線における自作は、 その技術的研究の業務の一つである。このことから、アマチュア無線における自作とは、普通一般の自作、すなわち誰もが自由に、無制限に何かを作るとは異なり、アマチュア無線技師に対し、そのアマチュア業務の一つとして、法的に制限して認められるものであり、例えば自作した送信機などについて、それを無線通信に使いたい場合には、 別途定められているところに従って、免許を受けなければならない。つまり、アマチュア無線における自作とは、初理、免許業務である点で区別され、例えば英語では、俗語であるが、ホームビルトに対し、ホームブルともされている。すなわち、アマチュア無線技師は、自らの自由意志で、たった一人ででも、アマチュア局の無線設備のすべてを自ら設計。 制作し、免許を受けて、無線通信を実施することができるのであるが、具体的なところでその目的には、様々な理由で、メーカーから発売されない機能を持った機器の、制作個人的興味からの高周破回路に対する、知識、技術への挑戦として等が挙げられる。日本アマチュア無線連盟では自作奨励の一環として、毎年、 自作品コンテストを実施し、アマチュア無線フェスティバルで入賞作品を公開している。アマチュア無線の黎明期、アマチュア無線技師は、それぞれ独自に送受信機を作り、無線通信を行っていたが、本格的なアマチュア無線における自作は、第二次世界大戦後に不要となった、軍用部品を安価に入手することによって始まった。 第二次世界大戦後、アマチュア無線における自作は、様々なアマチュア無線に関する出版物によって奨励された。米国では1950年、ロレルが自作コンテストを実施、その優勝賞金は1000ドルであった。米国では、アマチュア無線における自作は、いわば人的な技術の池として位置づけられ、1958年、ロレルの機関紙は、 アマチュア無線がその技術的な活動としての地位を失った場合、公衆電気通信も衰退することになるとまで指摘している。現代では少数のアマチュア無線化が完全に自作した無線設備を運用して無線通信を実施するようになっているが、例えば、米国では組み立てキットの供給者も多く、自作の文化、すなわち自家製の芸術としての地位も得ている。 上述の通り、現代では、アマチュア局の免許にかかる部分を自作することは少なく、なっているが、免許に関わらない、電源、ボイスメモリ、スイッチャーなど数多くの周辺機器が存在し、それらの自作の楽しみがある。アンテナの自作、改造は、直接的には、電波法令の制限を受けないが、電波の質に影響を与える、可能性があり、また、利得の向上に伴って、 電波障害を引き起こすこともあり得るため、入念な調整と各種測定が必要である。受信機及び周辺機器については、電波法令の制限を受けず自由に制作、改造が可能で必要な手続きもない。これは、これらの機器が動作原理上、電波の質に影響を与えないためである。送受信機やアンテナは、電気工学や電子回路に関する、 専門的な知識や技術、また測定器や特殊な部品などが必要な場合も多いが、周辺機器は最低限度の機械工作の技術があれば、制作できる例も多く、材料もホームセンターや廃材を利用して入手しやすい。ドアノブ、ボールペンのバネなどの部材で制作されている自作電源。本節では日本でのアマチュア無線における自作。 改造機器に関する書手続きを記述する。自作の送信装置で免許を受けるには、落成検査を受ける、技術基準適合証明を受ける保証認定を、受けるなお技術基準適合証明を取得して、免許を受けた事例は、極めて少ない。ハムフェア、日本アマチュア無線連盟、クリスティン・ヘリング、ハムラジオ、エステクニカル・カルチャー。 ISBN 9780262083553H ワードシルバーザロレルハムラジオライセンスマニュアル All you need to become an amateur ラジオオペレーターテクニシャンレベル1アメリカンラジオリレーリーグピアニッシモも 1ISBN 9780872599635高山重和著作るハム実用アクセサリーあなたも自作に チャレンジ CQ 出版 ISBN 47億8981万2855電波法第10条等電波法第15条等昭和36年3月14日有勢書国時代199号4等技術基準適合証明等を受けた機器の検索総務省電波利用ホームページありがとうございます